島ユナイテッド FC、 鹿児島をもっと一つに。鹿児島ユナイテッド FC を応援するコーナー、スポーツプラス鹿児島ユナイテッド FC、 鹿児島をもっと一つに。さて今日ねゲストの方いらっしゃらないんですが、後ほど選手の皆さんの声をねお届けしますのでお楽しみに。さて前節ですが振り返っていきましょう。明治安田生命 J3 リーグ第24節、鹿児島ユナイテッド FC 対大分トリニータ、アウェーで大分でね行われたんですが、まあたくさんのサポーターの皆さんが鹿児島からそして全国からね集結して応援しておりました。私も見に行ってきたんですが、結果は0対1、残念ながら敗戦となってしまいました。でもね見てて差はねそれほどなかったと思うんですよね。ただ一瞬の隙を突かれてしまいまして、後半16分だったんですけれども、大分のフォワード後藤選手にゴールを決められてしまいまして0対1となってしまいました。でも負けはしたんですけれども、私、久しぶりにこう客席から選手の皆さん走ってる姿を見たんですよね。なんかね胸が熱くなる思いだったんですよ。っていうのがやっぱり J2 ライセンス不交付のニュースがあって受けてね初めての試合だったので、どんな思いでね選手の皆さんは戦っているのかななんて考えながら試合を見ていたので、もうやっぱり残念な気持ちっていうのはもちろんあると思うんですよね。そこを封印して一生懸命走る姿、優勝諦めない姿、なんかそういうのを見てすごく胸がぐっと熱くなりました。そしていつかね報われますようにという思いでね見ておりましたけれども、ま、でも負けは残念だったんですけどね。さあではですね、その試合直後選手のお二人インタビューしておりますので、どうぞミックスゾーンお聞きください。ではミックスゾーンのコーナー、富成選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。0対1ということで残念な結果になりましたけれども、今日の試合をまず振り返っていただけますか。そうですね、まあ上位対決だったんで、まあ、アウェーですけど勝ち点3を取って帰りたかったんで、まあ、結果的には残念です。ただ本当にいい試合をしている中でのこの1点差で負けてしまうという結果、非常に残念でしたね。そうですね、まあ、やっぱ細かいところ、まあ、ちょっとしたところでやっぱやられてしまっているんで、まだまだやっぱ、まあ、自分自身もそうですけどチームとしてやらなきゃいけないことは多いのかなとは、まあ、課題がよく見えたような試合だったと思います。大分との差はどんなところにあると思いますか。まあ、やっぱああいう場面で決めてくるところだって、まあ、うちもチャンスがあった中で決めれ、まあ、どっちかというとうちの方が多分前半とかはいいゲームをしてたと思うんで、そういう中で点を取れない中で、まあ、後ろはしっかりゼロで行こうということで、まあ、後半も続けたんですけど、ああいうところでやっぱ失点をするっていうところはやっぱ向こうは逆にああいうところで点を取れるっていうのはやっぱそういう力があるのかなと思うんで、逆にうちはああいうところでしっかり点を取っていくこともそうですし、ああいうところで点を取られないっていうところももっともっとやっていかないといけないのかなと思います。少し課題が見えたところかと思いますが、また次の試合は少し空きます。次の試合に向けての意気込みをお願いします。はい、次はホームで試合なので、鹿児島では是が非でも勝ち点3を取らないといけないと思ってますので、そのために、負けた次がやっぱ大事だと思うので、チーム一丸となって頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。赤尾選手です。お疲れ様でした。0対1、ちょっと悔しい結果になりましたね。やっぱり悔しいです。前半なんかは失点をしないようにうまくまあ、ゲームを進められたんですけど、やっぱり後半少し相手の勢いにも押されて失点はやっぱり防げる失点だったので、はい、まあ、でもそういうところついてくるやっぱり相手っていうのは強いなっていうのは感じますけど、まあ、僕らもやれないことはないと思うので、はい、自信をなくさないようにやっていきたいなと思います。本当に大きな差はないと感じたんですが、まあ、でもやっぱりそうああいうところを決めきる、まあ、僕ら前半セットプレーからチャンスあったし、まあ、そういうところ決めきれない、まあ、そこの差だと思います。どんな風に修正していきましょう。まあ、次ホームなんで今日
出た課題っていうのを、まあ、まだ一生飽きますんで、まあ、あのみんなで突き詰めて、あの決して下を向かずに、はい、あのやれればあの、まあ、大丈夫だと思うんで、まあ、連敗しない連敗だけは避けるように、はい、次に向けてまた準備していきたいなと思います。 J2 不交付のニュースが飛び込んできてからの初めての試合だったんですが、その影響はないように思えたんですが、まあ、僕ら現場はあのしっかり結果を残すだけだと思うんで、まあ、そこは言い訳にしないように、はい、やってるつもりです。いや、まあ本音を言うと悔しいですし、まあ、残念ですけど、はい、あと6試合しっかり前を向いてやっていきたいなと思います。さあ、では今日もたくさんの鹿児島のサポーター大分に来てくれました。メッセージをいただけますか。まあ、本当にあのサポーターの方々に一番申し訳ない気持ちでいっぱいですし、遠いところまで来ていただいたので、はい、あのまあ、何とも言えないですけど、次のホームは必ずまた勝って、またあの勝利をプレゼントできるように頑張りたいなと思います。私たちもしっかりこう応援できるように頑張りますので、赤尾選手頑張ってくださいね。頑張ります。本当に、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、あと6試合なんですよね。今シーズンも泣いても笑ってもあと6試合、皆さん応援に来てください。ぜひね、ホームゲームまた本当数試合ですから、ぜひね、次節もう次を見てます。皆さん、選手の皆さんはね、応援に来ていただきたいと思います。で、今日はこのスポーツプラスでその次節のホームゲームのペアチケットプレゼントしておりますので、ぜひ多くの方に駆けつけてほしいなと思いますね。次節が10月の16日日曜日、鴨池陸上競技場で13時キックオフ。対戦相手はブラウブリッツ秋田、4位のチーム。現在、鹿児島が3位で、対戦相手の秋田が4位なので、本当皆さんの応援がね、必要になってくるかと思います。